はい、遠野江です。それでは今日は織田信長の対中戦略について、紹介をしてみたいと思います。と言いますのも、昨日バイデンの守護霊霊言の後書きで、大川総裁はこれから武士道精神で戦えと、 With Savior でですね、武士道精神を持って戦えという話でしたので、じゃあその最も武士らしい人だったらどういう発想で戦うのかということをですね、学んでいこうということであります。まあ、戦国時代の覇者である信長って、まあ、一番代表的なですね、武士とも言えるんじゃないかと思うわけですね。で、実は8年前の2013年に織田信長の霊言というものが取られておりまして、でこの中でですね、信長が、まあ、縦横無尽に対中戦略について自分ならこうするということを語っているわけであります。ですからなんかもう危機が迫ってるとかですね、負けそうだっていう話ばっかりだったら面白くないので、勝つという勝つ発想って一体いかなるものかということをですね、ここで学んでみようというわけです。で、まず信長がおっしゃったのはですね、中国がこの今軍事増強してるけど、この軍備増強っていうのはもう10年も20年も30年もかけてやっていくものなので、今まで何をしておったんだという話ですね。もうその昨日や今日始まったことじゃないんで、もっと早くから備えておかないといけないっていう話をまずされたわけですね。で、まあそれの中でじゃあどうするかと、今まあかなり遅れてますけども、こっからどういう手を打てばいいんでしょうかという質問が入った時にですね、まあおそらく信長が質問者のこの考えを読み取って、で、あ、君らはなんか日本が占領されるということを考えてるのかと、どうやって守るかということをわしに聞いてるのかというわけですね。なんだそのどうやって相手を占領するかということを聞かれると思ったのにと、なんだつまんねえというところから始まるわけで、いきなり 1.5 から始まるわけですね。艦を展開しろと、何守ることを考えてんだと、こっちから攻めるということを考えろよというところから、まあ、話が始まるわけで、まあ実に痛快であります。まあ司馬太郎はですね、生前、軍事的天才って国にほとんど一人か二人出てくるぐらいのものなんだと、日本では織田信長とですね、源義経、この二人ぐらいしか軍事的な天才いないっていうふうに言ったのが、まあ、司馬太郎ですけど、まあ、それを彷彿とさせるようなですね、こちらから攻めることを考えろということでありました。で、じゃあどうするのかということですが、まずミサイルでこう撃たれるということが脅威になってるんだったら、九州あたりから長距離のミサイルを撃てるようにしろというわけですね。阿蘇山のふもとあたりがいいから、あの辺から長距離のミサイルを撃てるようにしろと。で、その中国からのミサイルがたくさんこっちを日本を向いてるのが脅威だったら、その本数よりもっと上回ればいいだけの話じゃないかと、まあ、なんだ簡単なことじゃないかっていうぐらいのことですね。だから、まあ、今すぐにこの日本の政治でどうできるのかっていうところから発想するんじゃ考えが小さくなるので、どうやったら勝てるかっていう、まず発想から入っていくということが、まあ鮮明に読み取れる話だと思います。で、さらに信長のおっしゃることはですね、桶狭間みたいなやり方は今はもう考えないよということなんですね。あれはその生が大を飲むという奇襲戦略で、あんなのは一生に一回しか使えないんだと。で、日本軍は桶狭間を学びすぎて先の大戦で負けたんだとおっしゃるわけですね。だから本来はもう大が小を飲み込んでいくという勝ち方がこれ王道なんで、それを考えよという、そういうふうに発想をまあ転換せよということであります。で、あと質問者から、ただまあ今中国はですね、残念ながら日本より強大になってますと、そういう中でどう考えたらいいんですかという質問に対しては、だったら秘密兵器を作れということでありました。だから、敵地が一瞬でこう蒸発してしまうような新兵器を作って、
相手がもう手も足も出ないような状況になってしまえばそれで終わるんだという話でありましたですね。だそういうふうな、研究を進めようと。で、さらにそれにあたっては、まあ、あんまり民主主義と言うなということでありました。まあ、国民の声を聞いてそこからやろうなんて言ってたら、こんなことやれやしないということですね。だからそんなのは秘密裏に進めたらいいんだと。だから秘密兵器なんだということなんでしょう。だからこんなのは秘密裏に水面下で進んでいけばいいし、こういうのは、周りに悟られたら秘密兵器でなくなるから、どん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 水面下でやればいいんだということですね。まあ、これはでもその後、安倍政権の下で、まあ、菅当時官房長官なんかもですね、ヘリコプター護衛艦みたいなものを考えて、実はもうこれ空母じゃないかというものを2隻作ったりしてますから、多少そういう考え方がまあ水面下でも日本に入ってるんじゃないかと思えるところもあるわけであります。まあそういう話をされました。で、あと、カウンターを打てということをおっしゃっててですね、ちゃんとカウンターを打てと。どういうことかというと、その中国からは、もう尖閣は我が国固有の領土であるとかですね。あるいはもう琉球ももう我が国のものであるとどんどん言われているんであれば、だったら台湾はもともと日本領なんだから日本のものだと。だから日本に返せと。こういうふうに言えというわけですね。これがカウンターなんだということです。だからこうなんか言われてそれで遺憾ですとかっていうのはカウンターでも何でもないと。向こうがこう攻撃をしてきてるんだったら、こっちもカウンターでですね、ノックアウトパンチを出せと。台湾をこっちに返せというぐらいのことを言ってて初めてカウンターになって勝負になるんだと。こういう発想であります。で、さらに、情報戦というものを仕掛けていけということで、まあ、中国の国内にはですね、1年間で18万件もいろんな暴動が起きてると。で、この暴動に、このスポンサーがついたらいきなり大きくなるんだという話ですね。スポンサーがこの革命勢力についたら、これは陳翔五行の乱がすぐ起きると言いました。で、この陳翔五行の乱というのはですね、秦という国を滅ぼした乱です。秦の始皇帝、が亡くなってですね、紀元前の210年ぐらいの話ですけど、秦の始皇帝亡くなった後、その末の末子がですね、自分の兄を殺して、まあ、一応王になってたんですね。ただまあ、要は乱れ始めていて、その時に、陳翔と五行という二人の兵士が、農民900名を率いて、ある戦地にこう、赴かされていたわけです。秦の軍としてですね。ところが、その途中で大雨で、橋が流されてしまって、目的地に決められた期日に着けなくなったわけですね。ところが、秦の中の規約というのはですね、この期日通りに目的地に着けなかったら、問答無用で全員斬首っていう、こういう厳しい軍律だったわけです。もうおそらく、逃亡兵が多かったので、こういうふうに、恐怖で縛ってたんでしょうね。さあさあ、陳翔五行どうすると。農民900名。農民900名もまあ、いやいやながらに徴兵された兵士ですね。で、もう斬首の運命が目に迫ってる。もう、だったらどうせ殺されるんだったら、反乱軍を起こして、とにかく歴史になんかこう名を残そうじゃないかということですね。これでまあ農民たちをオルグして、これで陳翔五行の乱というのが起きたわけですね。そうすると陳翔五行が立ったっていう噂が広がると、もともと秦に反発を抱いてた勢力はいっぱい各地にあったので、これが一斉に蜂起して、これで陳翔五行の乱というものが結構大きくなっていたわけです。で、一時は、この、宋という国を建ててですね、そして、もう数十万の軍勢に膨れ上がるところまで行って、まあ、大きな戦いになっていたわけですね。ま
まあただこの戦い自体はその後紆余曲折があってですね、結局まあ6ヶ月後にはこの鎮圧されてしまうわけです。で陳勝も五行も死ぬんですけれども、ところがその残り火がまだですね燃えていて、その後それを引き継ぐ者が現れてですね、そしてそこから有名な劉邦が立ってくるわけです。で劉邦がある戦いに勝つことによってこの秦は滅亡するわけですね。でそこで終わらずに、まあ秦が滅亡するのは陳勝五行の乱からわずか4年後なんです。たった4年間で秦は滅亡してしまった。ただその後さらに項羽が出てきて、で劉邦と項羽の戦いがあって、まあ劉邦は勝つんですけど、これでまあ漢という国ができるわけですね。まあその陳勝五行の乱がスポンサー側革命勢力に入ったらすぐ起きるというのがまあ信長の考えでありました。でここで出てきたこの項羽がこの信長の前世ですから、まあだからここでちゃんとこう演技が通ってるわけですね。自分もそこにいたっていうことです。でさらにこの情報戦というものをもっともっと仕掛けようと、 CIA とかですね、日本で言ったら公安のような戦いをもっとせよということで、つまりその北京政府は外に外にこう侵略しようとしても、内側でいろんな乱が起きたらもう外に向かえなくなるから、そういう内側の乱をどんどん起こせと。だからこれがまあ革命勢力にスポンサーをつけたりとかですね、そういったことをいろいろせよということであります。まあ、そういう発想ですね。で、さらにですね、要するにこの情報戦での肝は、中国の国内にいかに今ひどい格差が開いてるか、これを中国の民衆たちは知らされてないので、これをちゃんとレポートすればすぐに革命に火がつくということですね。どれぐらいひどい格差になってるのか。僕は中心の共産党の幹部はもう賄賂によって数百億円とか持ってるわけですから、まあそういうふうな、一方民衆はですね年間で5万円とかなんかそんなんでやってるわけですよね。そういったものをレポートすればいいんだということでありました。で結局信長さんがおっしゃるには、この台湾型で中国を治めるようにするのが筋であると。だからもともと蒋介石が共産党革命を起こされて負けて台湾に逃げ込んできたんだけども、この流れを逆流させてこの台湾型のもので中国をですね全ていく、だから資本主義自由主義で全ていくのが筋なんだと、そういうふうに逆回転させろということでありました。で、さらに日本についてはですね、自分は日本の名手だったらどうするかというと、日本は逆にもっと発展させることによって中国を凌駕するという道を取れと。で、日本をシンガポール化させてアジアの中心にすべきだっていうわけですね。で、これについては実は昨日紹介したバイデン守護霊の霊言の中で、その香港は中国に飲み込まれるけど、その香港というのはニューヨーク、ロンドンに続いた国際金融都市だったんだけれども、習近平が経済音痴なので、このアドバンスを手放そうとしてるんだから、これを日本が奪えばいいじゃないかというのがバイデンの話だったんですけど、まあそれ応用できますよね。だから国際金融都市という形で東京がなってしまえば、これでアジアの中心になってですね、これで日本を反映させていけばいいんだというわけであります。だからこういう大きなスケールでものを考えているわけですよね。で、さらに、我々に対してですね、信仰ある者に対するアドバイスとしては、とにかくあんた方は、この正論を貫き通せと。正論を貫くというのは、今はちょっと不利に見えるかもしれないけれども、こういうものはですね、風向きが変わることはいくらでもあるから、ガラッと変わってしまうときにですね、そのときひよってると、風向きが変わったときにチャンスをつかめなくなるから、だから今不利に見えてもちゃんと正論を貫き通せというのが信長さんのアドバイスでありました。で、そういう中でですね、まあ今、このなかなか、この政権が取れない状況であるんだったら、その間に力を蓄えておきなさいと。だからまだ練習も足りないし、知識も足りないから、そういったもので蓄えておけと。まあこれがまあ8年前のですね、
信長の霊言でありました。やっぱり痛快だし、勝つという考え方に溢れてますよね。で、後書きではですね、大川総裁が、今日本の国には信長的な人の登場が強く望まれているというふうにおっしゃったわけです。こういう考え方をするリーダーが強く望まれてるんであると。だから民主主義の弱い方の側面が今日本の中でもくっきり現れてるけれども、まあ、そのなんか選挙制度とか議会のもたもた的な制度がですね、これがまあ習近平のこう台頭を招いて、もう手をこまねいているわけだから、そのなんか日本の小さな国の中にある鎖国型一国平和主義というものを打破せよと。で、そのために簡単に言えば、私の言葉を信じるがよいと。未来は私の言葉の上に築かれると。これが大川総裁のですね、信長の霊言の後書きでありました。ということで、まあ、まとめてみるとですね、信長さんの考えは、まあ、攻撃は最大の防御というわけですね。だから、守ろうなんて言ってたらいつかやられるんだから、こちらから攻撃していけと。その時、桶狭間的な考え方ではないんだと。生涯大を飲むという考え方だけをしていてはいけないと。勝つべくして勝つことを考えようと。で、その時、まあ、秘密兵器の開発とかをしてですね、秘密裏に進めるということをやれと。で、カウンターをしっかり打て。で、革命にはスポンサーをつけろと。そして情報戦を仕掛けていって、日本自体はシンガポール化していけと。で、基本精神としては正論を貫き通していくことが勝利への道だということでありました。まあそういうことでですね、何かもうこうできない理由を考えるよりも、こうやったら勝てるという発想からまずですね、考えていけということが、まあ、信長さんの霊言からしっかりと、学べるのではないでしょうか。で、その上でですね、まあ、信長的な人が強く望まれてるんですけれども、最小の方、最も勝つお方というのはエル・カンタレなんだと。だから私の言葉を、ね、信じればいいということで、だから With Savior なんですよね。だから With Savior で、このような武士道的な精神というものを学んだ上で、我々は正論を貫きながら戦っていくべきであるということが、まあ、本日の結論であります。参考になれば幸いです。ありがとうございました。